秋笹正之助は、日本の戦前の政治運動家。日本共産党中央委員、赤旗編集長。埼玉県北足立軍伝間宮村出身。本名は正之助。埼玉県立熊谷中学校を経て、早稲田大学附属第二高等学院に進む。同学院在学中に、関東学生連合会に加盟、組織部長、常任委員。 1926年3月、京都学連事件に連座、軍事強連反対などの運動を指導、退学処分になる。1927年1月、産業労働調査所に入り機関し、インターナショナルの編集発行人。1927年10月、労働農民党に入党、本部初期。1928年7月、日本共産党に入党。 1929年4月、4.16事件で逮捕、懲役5年の判決を受けたが病気で保釈出所。1931年8月頃共産党に復帰、中央アジプロ部員。1932から33年頃、日本資本主義発達史講座に論文、植民地政策史を執筆。1933年、登機関史。 赤旗編集長、同年9月下旬と中央委員候補。同年12月23日、警察のスパイの疑いによる、小畑達夫、大泉金蔵の左門に加わる。同年12月24日、小畑達夫の休止により左門を終了、大泉金蔵の処分を一任される。この日、中央委員に任命される。1934年1月14日、 警察の動きを察知し、左門場所から逃亡したが、同年4月2日、逮捕、検挙され、懲役7年。服役中に精神を病み、獄中で死亡。アジテーションプロパガンダ、先導宣伝。ありがとうございます。